どうも皆さんこんにちは、M足です。というわけで本日はちょっと早いんですけど、歴戦王ネロミエルが今度ね、5月1日追加されるということで、その PV を見た時に自分が思ったことっていうか、こういう感じでネロミエルは歴戦王としてくるんだろうなっていうのがね、なんとなくですけど思ったことがあったので、それをもとにちょっと僕考えてきました。どういった装備で行けば、歴戦王ネロミエルが楽になるかということで、多分アイスボーンから始めた方に関しては、多分歴戦王シリーズ、今回初めてで、そこまでね、魔改造はされないんじゃないかと、普通にちょっと強くなるぐらいでしょって思ってる方がね、多いと思うんですけれども、マジで歴戦王に関しては何がどう変化してくるか分かんないので、ワールドの時はね、最初にキリンが追加されて、でキリンの火力がえぐくて、ワンパン王って言われるぐらいには、ほとんどの攻撃がね、ワンパン級になって登場したんですよ。その代わり、新モーションは追加されなかったんですよね。で、歴戦王ネロミエルも多分同じ感じだと思うんですよ。キリンと同じで、新モーションはあんまり追加しない、もしくは追加しない代わりに火力を底上げしてくるっていうタイプだと思いますので、で今回は、そのね、従来の、ネロミエルをどんだけ楽に攻略できるか、と私は思うわけですよ。水に流されるのが多分一番嫌だと思うので、というわけで私が今日考えてきた防具に関してはこちらですね。ムヘトエンプレスということで、絶対カイザーは使えないなと思いました。で、こちら整備の極意を使うことで、耐水の層をいかに長く着ているか、着れる時間を増やすかっていうことに終点を当てたっていう感じですかね。で、耐水が切れない間に関しては流されてしまいますので、流されても大丈夫なように天身の装備を使う。本当天身使うの久しぶりなんですけど、歴戦王に関してはマジで怖いので、今回は使うしかないかなと思いました。というわけで装備に関してはこんな感じで、装飾品と、スキルですね。挑戦者で、最低限の火力を確保しつつっていう感じになります。ガード強化ね、本来の歴戦ネロミエルとかに関してはいらないんですけど、必要な技はあるんですよ。一応ガード強化が必要っていう、なんだっけ、強雷撃みたいな技が確か、ガード強化必要なんですけど、実際どれが強雷撃だか分かんないんですよね。どのモーションにガード強化が必要かちょっと分からないぐらいには必要ないので、今までつけてこなかったんですけれども、今回の歴戦王になったらさすがに使わなきゃいけないんじゃないかなと思って、ガード強化はつけていきたいと思います。一応歴戦王ネロミエルで、試すためなんでね。で、どこだろう、ここか、耐水と耐雷が、かなり痛いと思いますので、ないとね、カイザー使ってると痛いと思いますので、ちょうどねエンプレスとムヘト使うとどっちも55になって、野菜定食食べれば20を確保できて状態上にもならないし、結構ね、耐性も上がるのでダメージも軽減できるんじゃないかなと思います。だからこれプラス耐性の装備着てればほぼほぼ削れるんじゃないか、痛くても6割とか7割ぐらいに抑えられるんじゃないかなと思います。ぐらいかな。一応ね、攻撃とか入ってないんで、普通のブラキカイザーよりは攻撃力がね下がってしまうんですけれども、耐水の装備とかを使うことによって手数は増やせますので、流されないからね、その手数を増やして、時間を短縮させるっていう考えでいきたいと思います。ちょっと10分以上はちょっとかかっちゃいそうな気がするんですけど、しょうがないね、こんだけ安定寄りにしてますので、今回はこんな感じでいきます。武器がいつものねカイザーじゃなくて、ここ普通だったらカイザーのシリーズスキルなんです。今回は7のシリーズスキルなので、それ用にちょっと作らなきゃいけない。で、白ゲージを長くして、途中でね、どうしても青になってしまいますから、その前にできれば、切れ味を使って研ぐっていう感じになります。切れ味使えばね、戦闘中とダウンとか取った時に研げますので、そこを軽減してるっていう感じですかね。では、今日はこんな感じのムヘトエンプレスで、歴戦ネロミエルでね、実戦でいきたいと思いますので、どれぐらいの時間かかるのか、どれぐらい戦いやすいのか、どれぐらいで、耐水が戻ってくるのか見ていきたいと思います。さあ行きますか。こっちからか、上からだとね、めちゃめちゃ早いっていうわけでもないけど、比較的早く狩れるんですけど、で、こっちから狩るときは、こっからスタートするときは、今まではね、下で狩ってたんですけど、下で行かずに自分は先ね、上行ってます。途中の、ごちゃごちゃしてるエリア。あそこで、
戦って、まあ、比較的早く逃げちゃうんですけど、まあでもね、戦いやすいので、あっちで戦ってますね。で、ここ行って、でいいでしょ。で、そっから上に移動する。おー、イエスイエスイエス。で、ここで戦うって感じですね。で、ここでこの毒カズラだっけ、それに当てて、で、こっち来た時に毒になってくれるので、で、いろいろ準備して、で、そっち行ってもらって、で、もう一回下当てて、頭張り付いて、そのままファーラウェイと。オッケーオッケーオッケー。これがまあ、いつも流れかな。で、だいたいここでダウンを取ると、逃げるっていう感じですかね。一回目のダウンを取ると。で、ここで痺れデスガエル、ん？あって、痺れデスじゃない。ガスガエルがいるから、それも利用して、まあね、比較的早くダメージを与えることができると思います。歴戦王がね、多分なんか最初固定エリアとかなんかありそうな気がするけど、一緒なのかな？一緒だったら、まあ下から入ったらここで戦うのはありかなと思いました。今ちょっと危なかった、ね。まあ、あとはもう、いつも通りの堅実なね、戦い方。まあ、白ゲージ長いからある程度持つだろうし。これも下がって、カウンターして、で、これはちょっとこっち側でね、振り向き後の頭の調整をね、頭の調整とか頭がどこにあるか。これパワーガード。ま、待ってやらかした。で、これも、あ、当たらないで。だいたい当たるんだけどね、最後。もう少しかな、もう少しでダウンしてくれるはず。本当、なんだろう、初期の頃に、まあ、ネロミエルのね、攻略動画上げとけば、まさか当たんないんかい。オッケー。で、これでダウンをしたら、逃げるって感じですかね。だからこれに合わせて傷つけするといいかもしれない。そう、初期の頃に攻略動画上げましたけど、あの頃はね、まだカスタム回復がなかった時ですからね。逃げるでしょ。あの時はね、いや、辛かった。なんす。そしたらここに来るので、そしたらね、石拾って下に一回当てます。で、そうすると、あれってなるから、で、もう一回、あれってさせて、で、もう一回、二回目のダウンですね。一応、挑戦者つけてるけど、まあ、すぐに挑戦はね、常に怒らせて戦うってことは、歴戦王に対してね、まあ、失礼なので、さすがに、ある程度、素の状態で戦いつつ、壁当てを利用してね、最大限利用して、戦っていくっていう感じがいいかなと思います。普通に戦うんだったらね、常に怒らせていいのかもしれないですけど、あくまで歴戦を想定した戦いですからね。ちょうどね、あっちにガジャブもいるから、あっちも利用したい。これがね、流されないのはね、でかい。これは流されるやつじゃないか。で、これカウンタークロスしましょうか。で、頭いって傷つけると。ネロミエルはね、頭ダウン取ってくれるから、ありがてありがて。で、これ降りてくるやつで、そろそろ切れるから脱いで天使に変えたいですね。着替えられるとき早めに着替え、オッケー、ナイス。着替えてもいいかもしれない。危ない危ない危ない。ここはね、そう、坂道があるから、ちょっとランスとかね、戦い双剣とかもやっぱ、なんだろう、なんかワンパターンの攻撃になっちゃうのかな。なんかね、下り坂を利用しちゃうとね、結構戦いづらいみたいなことを聞いたことがある。でオッケーで、まだいいかな。まあ、下に水たまりがないからね。水たまりができ始めたら、ちょっと着替えましょうか。攻撃やめらんないもん。結構ね、正面に対してはネロミエル強いから、結構攻撃してくるんだよ。うわー、水たまり出てきたね。そろそろ着替えたい。オッケー、ナイス。で、切れ味もちょっと落ちてきたので、で、これ突進して3突きした後に、解きますか。ここで解こう。間に合うはず。オッケー。いや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 、ちょっと離脱したいけど、攻撃やめらんない。オッケー、ここで離脱しよう。オッケーオッケーオッケー、ナイスタイミング。で、石拾っといて、あ、オッケー、ここで切れるか。2回ぐらい使った感じかな。で、こっから、2回ぐらいね、停止使っちゃった後から、どれぐらいでまあ、耐水の添いが返ってくるか。これいけるでしょ。ナイス。脱いでおいて、2回目の壁当てなんで怒りますね。 PV 見た時にね
ネロミエルは、歴戦王ネロミエルはもっとね、ゲーミング系になると思ってたんで、色がね。歴戦王って、ね、ワールドの時も色やばかったじゃないですか。めちゃめちゃテカってたりね、色がちょっとね、まあ、濃くなってたりしてたんで、まあ、ネロミエルはまあ、ゲーミング PC みたいになるのかな、ゲーミングメールみたいな感じになるのかなと思ってたんですけど、意外と普通だった。うわー、オッケー、ナイス。うわー、ばばばばば、着とけばよかった。これだよね。だから歴戦王になった時に、この流水の後の攻撃派生が多分ちょっと早いんじゃないかな。早いと思うんですよね。だからもしかしたらあれ食らっちゃうと次の攻撃確定で食らうってなったら耐水がね、めちゃめちゃ輝くわけよ。もうすでに輝いてるけど。オッケー。いやー、切れ味がやばい。で、これたまに当たるんだよね。もう大丈夫。ここら辺はほんと耐水来てる時の安心感が半端ない。オッケー、マニア、オッケー、ナイス。さ、そろそろかな、多分そろそろ弱ってもいいと思うんだけど、しかしこれ20分くらいだから、まあね、オッケー、これで弱るんじゃなくて、まあ、弱体化か、ダメージが通りやすくなる。この状態いかに早くできるか。歴戦もな、ここまでするのかな、長くなりそう。つうか、めちゃ硬そうなんだよね、歴戦を。もともとのネルメールがね、硬いからね。オッケー、弱っている。オッケー、オッケー、オッケー。で、逃げるでしょ。あ、それか。せっかくだし、全然ダメージ食らってないから、受けますか。まあ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 。6割7割ぐらいかな。だいたい140ぐらいダメ。でも、そう生きてて、こんだけ耐性あって。いやいや、逃がしたくないな。ちゃんと降りてきて、ね、たまにね、上とかに降りるからね。あー、オッケーオッケーオッケー。それをやってくるのはでかい。さあ、怒って、怒ってない。オッケー、壁当ていける。これは逃がさないで済みそう。さあ、これで終わってくれ。まだ終わらない。いや、でも終わるっしょ。さすがに終わるはず。壁当てここで1回で握る直前できたら、オッケー。10分は切ったね。9分36秒。おー、まあ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 、いいんじゃない？カイザー使わずにここまでダメージを出せる。まあ、ここはダメージっていうか、多分ランス以外を使ってる人だと、遅えじゃんってなるだろうけど、まあ、ランスからしたらこのタイプはね、まあ、なかなかなんだよ。やばいやばい。ランスの現実を見せつけるみたいになっちゃってるけど。まあでも、すげえ戦いやすいので、流されるのもさ、あの一回だけだったしね。いやいやいや、これだったらいけるはず。いや、ぜひ。まあちょっとね、覚醒武器を作り直すのが、作り直すというか、新しく作るのちょっと大変だと思うんですけど、ぜひ作ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。